おしゅかりん、皆さんこんにちは、かりんぎです。実は私は先週から通称ベジタリアン生活をしています。なんで今回私がベジタリアン生活を送ることになったかと言いますと、まず私のお友達がベジタリアン生活を続けるとお肉が臭く感じるよ、お肉とか魚とかもちろん生き物のお肉食べたりすることに関してちょっとなんか抵抗感生まれるよみたいなことがあったんですね。でも私はもう本当に小さい時から日本にいるし、まあ、今は台湾だけど20何年と日本にいて、そんな機会が全くなかったんですね。そもそも日本にいると通称ベジタリアンになることはかなり難しいんですよね。なんでかっていうと、レストランとかコンビニで売られているものとかも動物性の食品だったりだとか卵だったりとか、でもほとんどのものにね使われていて、なんか日本の美味しい食べ物って何って言われたら大体お寿司とか焼肉とかそんな感じだと思うんですね。もうそれって全部なんかもう生き物じゃないみたいな感じで、もうそうなるとなんかやっぱり日本で通称ベジタリアンになることはかなり難しいと考えられますね。ちなみに最近の調査では、日本人の全人口の約 5% にも満たないぐらいが日本におけるベジタリアンの割合なんですね。ということも結構な少数ですよね。で、私ここで、いくつか調べたことがあるので皆さんにお伝えしていきたいと思います。ベジタリアンになるとね、どんないいことがあるのかと言いますと、調べた中だと6つぐらいあります。一つは消化のための体への負担が減る、そして疲れにくいみたいな。うん、確かにこれはね、なんだろう、おトイレもね結構ねスルスルっと行く、私はね。で、あとは体がね軽くなって走れるようになったかなという印象はありますね。うん、それから2番、病気のリスクが減る。これは結構特に心臓病とかがんとか、多分主になんか脂肪系が関連しているような病気だと思います。ある博士論文で平均寿命が3年から6年長いことが分かっています。で、次ですね、次3番は気持ちが穏やかになる。なんでだろうね、なんかお肉を食べないことによって最近私もあまり怒ることがなくなってきたかな。なんかなんだろう、気持ちがね本当に穏やかなんかも一定というか、な感じかな。次4番、ダイエット効果があります。そう、それはそうなんだけど、脂っこいものを食べなかったりとか自分で料理をすることによってやっぱ揚げ物を控えようとか、脂っこいものを控えるために油を少なくしようとか、そういうね心がけがあるから多分ダイエットの効果もあるのかなという感じですね。次5番、味覚が敏感になる。お肉が臭く感じるという意見もありますね。はい、じゃあ次6番、体臭が減る。確かにね、フェインはね、おならするときに、私じゃないからね、おならするときにおならの匂いがなんか少しなんか軽くなったっていうの、ベジタリアン生活をするようになってからおならの匂いがね少し軽くなったかなという感じはしますね。じゃあ次、デメリットについてお話ししていきたいと思います。デメリット、その1、外食に行くのが難しくなる。ほんとね、外食に行くの本当に難しくなった。なんかみんなといるとやっぱりハンバーガー食べようとか、あと何ステーキ食べに行こうとか、お食事に行くのだと必ずお肉やお魚が出るんですね。はい、じゃあ2番、便通が悪くなる。なんかやっぱりお肉に含まれているなんか動物性の油いきなりなくなるから、だから積極的にオリーブオイルやアマニ油とか、あとは発酵食品を食べて便通を良くしましょうということがよく言われていますね。次3番、栄養が偏る。これについてはなんかやっぱりお肉にもねたくさんの栄養が含まれているので、いきなりお肉を食べないとなるとやっぱりタンパク質とかミネラル、鉄分、カルシウムとかビタミンとかが、なんだろう、お肉から普段取ってたものが取れなくなるので、それはやっぱり他のお野菜とか他の食べ物で補っていかないと、やっぱりそれはね栄養の偏りにつながっていくんじゃないかなと思います。次4番、食費や手間がかかります。確かにね、心がけようと思って気をつけたりし始めるとやっぱねそれなりにね時間と手間はかかってきますよね。じゃあ次5番、体質によっては合わない。
これはね本当にね体質によってはベジタリアンの生活が合わない人もいるのでそこはね気をつけていかなければいけないところかなと思います。そんな感じで私は最近ベジタリアンの生活をしています。でなんかベジタリアンの生活をしてから何が体に起こったかというとニキビが減ったかなという感じです。まずなんだろう見えにくいんだけど前と比べたらニキビが減ったと思うんだよね。ニキビがあんまりできなくなった。あとはね一番大きいのは痩せた。わかるかなこれ、わかるかな、わかんないよね。鎖骨が出るようになったんですよ。なんでかっていうと私はベジタリアンの生活をする前と比べると、今の体重が多分3キロぐらい1週間と3日約10日間でですね3キロ今のところ落ちました。多分それ以上落ちてると思うけど特に運動してないので最近ちょっと時間なくて、なのでダイエット効果は本当にあるなというイメージ印象があります。じゃあこんな感じでね今日はここまでにしようかな。このチャンネルがいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。